まずは先発の田中の立ち上がりです。これが2回のシーンです。ランナーを置いて角中、内野が前に来ていました。2回角中先制のタイムリーヒット、1点先行。そして茶谷、ここ最近はショートスタメンが続いてますが、センターへのタイムリーヒット。2回にマリーンズが2点を先行します。そして3回です。ランナー2人、ここで山口を迎えます。踏ん張りたかった田中将大、この1球レフトに高々とスリーランホームラン、第11号。これでマリーンズ5対0とリードを広げます。さらに5回です。2アウトランナー3塁、ここも角中、記録は内野安打、これがタイムリーヒット、6点目が入ります。6対0。田中は5回で今日降板します。そして5イニング目、勝ち投手の権利がかかるというこの5回だったんですが、元前辰巳のヒット、その後ランナー2人が出て3番の浅村、今日はゲーム前250号の連名表彰がありましたが、この一発、豪快な左中間スタンド第25号スリーランホームラン。ホームランで一気に3点を返して6対3、3点差。後半に入って6回です。まず安楽、リズムよく3つアウトが取れました。三者凡退。そしてその裏、岡島セカンドにおいて今日も1番山崎剛センター返し。スタメンで起用されてるんでしっかり仕事をするだけですという話をしていましたが、その後もセカンドまで行きました。これで6対4、2点差。7回は酒井、ランナーを出しましたが最後は角中、見逃しの三振、得点は与えません。その後7回マリーンズは唐川、この打球ナイスプレー、唐川ピッチャーゴロ。その後鈴木大地、きっちりとセンターに返していきます。さらに茂木、これも強引に行ってライトへのツーベース、二塁三塁、同点のチャンスを迎えます。そして今日戻ってきた岡島だったんですが、内野フライ、あと1本出ませんでした。そして8回、この回もランナー2人、ここはワンアウトという状況。インチ、内野で登場、レフトへの飛球、レフトは荻野隆、スタート切った小深田、このタイミング、ホームはタッチアウト、これでダブルプレー。一旦イーグルスもリクエストしましたが判定は覆りませんでした。そして9回です。17試合連続無失点の宮森ルーキー、今日もナイスピッチング、ランナーは出しましたが失点はありませんでした。これで18試合連続無失点、これパリーグのルーキー新記録となっています。そして9回の裏、オスナ、イーグルスは得点することはできませんでした。終わってみれば6対4、マリーンズが勝って連勝を3に伸ばしています。